塩昆布の茶漬け北王子魯山人私の語るのは断るまでもなく趣味の茶漬けで安物の実用茶漬けではないそのつもりで考えていただきたいとは申してももともと昆布のことであるからさして高価なものではないところで塩昆布だが そこいらに売っているものではまずダメだ所詮、昆布が良くてこれを煮る醤油が良くなくてはダメなのでこの点、売り物の仕入れ品などは適当でないこの昆布は、京都の松島や、東京ならば、築地、魚菓子の特産店日本橋室町の山城屋とかが取り扱っているものだつまり、 だし昆布の上等でなくてはだめなのである京都にはこういう店はいくらもある醤油は山桜でよいだろうまた塩味の好きな人は醤油に塩を加えるのもよかろう塩を加えた昆布の佃煮は塩でジャキジャキするそれまで煮詰めるのがおいしい煮方であるしかし直火ではなく 湯煎でで煮詰めるのであるのあ一段とうまく煮るのにはしょうゆ一升を使うとしたらその中に酒を三合ほど入れるがいい酒のおかげでうまい塩昆布になる煮た塩昆布をそのまま茶漬けにするのももとより依存はないが山椒の好きな人は山椒の実の若く柔らかい時に昆布と一緒に煮るといいあるいは 唐辛子などを入れるのもいいまたは関西もののちりめんじゃこを一緒に煮るのもいいザコという原料の相違によって東京のはたとえコブがよくても問題にならないザコとコブと似たものは魚の味と植物の味の関係でなかなかうまいただしこの場合のザコは小さなのを選ぶべきである要するに 禅術のどれでもいいが例のごとく飯の上にのせて煎茶の良いのをかけて茶漬けとする茶漬けは何もかもが口にまずい時例えば生火のように食の進まぬ時最も適当な美食として働く塩昆布などで茶漬けをやる時はたくあん漬けなどむしろない方がいい